おはようございます。3月10日6時3分の相場解説になります。これは日足を見ているんですけども、ここのところすごいですよね。昨日も緊急ライブの方で申し上げたんですけども、日経平均とかね、アメリカの外国為替市場、そして、ドル円の相場なんですけども、本当にね、急落というよりもね、円高というよりもね、とてつもない、もうこれはね、緊急事態ですね。これだけの値動きをするっていうのは異常なことが起きたというふうに認識しなければなりません。まあ、ですので、さすがにテクニカルといっても通用しない部分が出てくると思うんですよ。だから基本的にはテクニカルなんですけどね。さあ、それでですね、今日本でもそうなんですけども、いろんな仕事が止まったりとかね、イベントがなくなったりとか、お金と情報と人の流通がものすごくね、しにくくなってます。情報の流通、何がしにくいかと言いますと、情報を取れる人が動いてないんで、いないんですよね。そこで起きる情報ってのは、誤情報であることが多いんですよ。正確に言うと、その時点では最良の選択をして情報発信してくださってるんでしょうけども、状況がね、変わりすぎるんで、その情報ってのが瞬間的にしか正しくないってことがよく起きるんですよ。で、このドル円相場もそうですよね。もしかしたら、急落を続けるというふうな認識があった方も、この図を見ていただければわかるんですけども、大きなひげを出して日足ってのが動きを停止しましたよね。で、ちょっと線を引きますけども、例えばここですね、ここのひげに相当するところっていうのはここなわけなんですけども、これどのくらい前ですかね。2019年の8月ですよ。だから半年ぶりの水準なんですよ、ここでも。でもそれを突き破って今出してるヒゲっていうのはもうですね、過去例がないんですよ。ないでしょ。2019年の6月でももう測れないんですよ。だから相当珍しいことが起きているなってことを、まあこの日足で感じていただきたいなと。本当にね、半年間かけて登ってきたものがつい1週間も経たないうちにそれを突き抜けてぶち抜いてしまったわけなんですよね。危機ですね、これが。で、4時間の方を見てみます。4時間の方では、この動き、値動きが、ね、止まったのがよくわかります。まあ、ですんで、このチャートバーを見ていただければ、もうね、エントリー遅れた人は逆に損をしているわけなんですよ。もちろんこの辺で入れた方はまだいいですよ。103円、もう104円103円台で入れた方は利確ができたでしょうけども、102円ぐらいでですね、慌てて入った方ってのはもうダメですね。でも無理ないんですよ。101円台に入ったんで、これはもしかしたら100円突破するんじゃないかみたいに思うのも、それは人の心理ですから。まあその辺がこのヒゲに現れて、ロスカットがだいぶ出たんじゃないかなと思いますね。で、ドル円相場につきましては、100円が今度精神的な防衛線になると思います。日経平均は2万円でしたけども、この100円を切ってしまう、もしくは100円台に入ることが大きな投資家さんの不安要素になります。次、1時間見てみますね。1時間でもロスカットの跡がよく出てます。こことここです。多くの方が慌ててもう一回101円に入るんじゃないかなっていうふうに考えて入ったけども、入らずに102円台でロスカットを食らってるってことですね。まあ、ですので今調整が起きてます。この辺で売り買いが整ってきて、釣り合いが取れていくところですね。利確する人は利確して、ロスカットを食らう人はロスカットしてってことで、どん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 ボラティリティがちっちゃくなるんですよ。で、移動平均線も急落したものがちょっとね、横に推移しかけてますよね。ここをだから慎重に見なくてはならないんですよ。次のこの上下の陰線陽線が整ってきたあたりっていうのは、釣り合いが取れてきた時っていうのはブレイクの直前ですからね。いつも申し上げますけども、ブレイクの直前のところで、これは大きく上に跳ねていくのか、さらに、円高に進んでるのかってところなんですよ。また大きなね、このチャートバーが出ると思いますよ。赤なのか青なのか分かりませんけども、というふうにここは捉えないといけないです。月曜日の検証をしっかりすることで、火曜日水曜日のエントリーに生かしていかないといけないですよね。で、昨日の時点でエントリーできるかどうかって言ったら、これはね、難しいですよ。窓があったわけですから、しかも週明けでね。で、まあ今までの経験がある人は、
不安要素が高まれば高まるほど円高に触れるだろうってことで山を張ることができたと思うんですけども、あくまで山ですからね、これはテクニカルではないんですよ。山を張ってるだけなんですよ。まあ、ですので昨日売りで取れた方もこれは瞬間的なものであって再現度は非常に低いわけなんですよね。そこを勘違いしないように用心した方がいいと思います。それではね、今回はなんか説教じみた解説になりましたけども、非常に重要なことだったんでお話しさせていただきました。今日ね、月曜日のつもりでもう一回注意深く見なくてはなりません。今週はエントリーするチャンスがもうないかもしれないんですよ。すごくね、反動が大きい週になると思いますんで、特に集中して見ていきましょう。それではね、トレードにお付き合いいただきましてありがとうございました。